同期について何かお話が。同期っているんですか？同期は、杉田さん。同期。いや、でも、芸歴的に言ったら僕全然ですよ。だから。同年、あ、同い年が杉田さん？ 30、あ、でも杉田さん1個上です。上？同期。芸歴的には。芸歴的には、あの、それこそあの、クーフィア役のカジさんとか、が、まあ、近い、カジさんの方が多分若干上なんですけどね、多分。とか、あとは、松岡義継さんとか。岡本信彦さんとか。ぐらいかな。あ、夜長翼さん。一緒です、多分。マジでか。多分、同い年じゃないかな。宮野さんの芸歴は、カンペに書いてありました。なんだろう。でもそんな、そんなに？すごっ。いや、でもね、僕、あの、あれです、リスナーさんに誤解のないように言っておきたいんですけども。いや、でも24年か。引くわ。でも、僕、ちょっとまた別番組の話になりますけど、専門学校に通ってる時に、私はケイトリンっていう、海外ドラマを見てたんです。そう、それを細谷さんずっと俺に言ってくれてる。宮野さん出てたから、見てましたよっていう。そう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 。うん。それで言うと、新井さとみが同期ですよ、僕声優は。あのケイトリンで一緒に声優デビューでしたよ。新井さんは僕の学校の一個上の先輩なんです。あ、そうなんですか？そうなんです。あらまあ。あらまあ、面白いです、ね。意外な、面白いですね。面白いですね。宮野さん、あの、新井さんの他にはいらっしゃいますか？その、何人か。一緒の時期に声優を始めた人は、わからないな。あの、ほら、声優学校でお勉強してたわけじゃないから、そうですね。そうそうそう、そこで一緒だったっていう人はいないから、その番組で、もう本当に唯一一緒に声優をドンって始まったのが新井さとみさんだったね。だそれ以外はちょっとよくわかんないけど、同じ年で言うと、寺島拓馬、鈴木達久、まあ、夜長もそうか。そうなんだ。うん、夜長は早生まれだけど、夜長もそうだし、まあそんな。でも、あれですよね。二十何年だと、木村さんとかも一緒ですか？ああ、そうだと思う。あ、同じだ。木村くんはどっちなんだろうか。でも木村くんの方が、5歳とかじゃない？ 5 歳とかからやってたんじゃないかな。宮野さんは？僕は7歳で。一桁からだ。で、一個違うから、もしかしたら、良平くんが、一個上なのかもしれない。もうわかんないですね。で、みゆが1個下ぐらいかもしれない。あ、イリノさん、そうだ、イリノさんもそうだ。1、2個下ぐらい。うわー。なんか、見てた人ばっかりだな。